埼玉県のラジオネーム、南の方から来た死者さんからいただきました。花沢さん、はじめまして。一人番組開始おめでとうございます。早速、僕も今悩んでいることを相談したいと思います。実は、もうすぐ入試テストラッシュがやってくるのですが、僕は昔からすぐに緊張して、失敗を繰り返してきました。緊張すると自分で自分がよくわからなくなってしまうんです。花沢さん、上手に緊張をほぐす方法を教えてください。では、放送部頑張ってください。ということで。まあ、緊張ね。緊張誰でもしますからね。緊張をするっていうことは、集中してないってことじゃないですか。こう、なんか意識が散乱しているみたいな感じでしょ？うん。だから、なんだろうな。ポケットに、ミートボールを入れといたらいいんじゃないですかね。ちょっと匂いするけど、でもほら、なんだろう。汁ごとね。こう入れといて、なんか、こう、ポケットに手を入れつつ、テストを受けるみたいな。何ですか？この、なんかぬっちゃぬっちゃ感が、こう多分緊張はほぐしてくれます。ただちょっと気持ち悪いですけど、したことはないです。したことはないですけど、まあすればいいと思う。はい。まあそんな感じね。そっか、入試テストか。入試テスト。私テスト受けたことがないんですよ、入試の。全部、こう、推薦という楽な道を通ってきたので。何ですかね。多分入試で入れないと思います、私は。あ、そうですね。なんか、今、私もテスト中入れてみたらどうかという提案が出されたんですけど、そうですね。私今ちょうどテスト中なので、入れて、見ますか。多分、かななんか肉臭いって言われると思うんですけど、いいですかね。いいかな。まあ、私服なんで、制服がべちゃべちゃになることはないですけど。うん。そういう、あなたがやってみたらいいと思う。